底辺労働者てったんです。せっかく取材で六本木に来たんで、まあ取材っていうのは第二六本木ヒルズ予定地のことなんですけど、まあ何か食べて帰ろうということで、近くにイエローっていうお店があるんで、そこでかき氷を食べました。大変美味しかったです。これね、コップなのかな、に上に乗ってるんですけど、マスカルポーネチーズを上にたっぷりと乗せた、かき氷なんですけどね、本当にね、大人の味っていう感じで、これはね、そんなに甘くはないんですけど、大変美味しかったです。あっという間に食べちゃいましたね。まあ、下に氷が落ちないように食べるのは結構大変なんですけど、で、入り口は結構分かりにくいかもしれないですね。ここが入り口なんですけど、氷と書いてあって、はい。このビルのこっち側に行っちゃうとダメなんで、その手前にあるんですね。自動ドアの手前。そこのドアを入っていくっていう感じになってます。で、この辺りもね、再開発でなくなってしまう予定なんで、どうなんですかね。この辺一帯のビルがなくなってしまうんですよね。確かね、この辺にね、レッドドラゴンっていう有名なキャバクラがあったかと思うんですけどね。はい。で、また別な日なんですけど、六本木に行くことにしました。やることなくて暇だったんで。で、東京駅から歩きまして、日比谷駅の方まで歩きました。ちょっとね、東京駅から日比谷まではね、距離はあるんですけど、まあ、有楽町からのは近いかと思うんですけど、ちょっと私八重洲の方に用事がありまして、そちらでちょっと用事を済ませた後、まあ歩きながら日比谷まで来ました。で、日比谷からですね、東京メトロ日比谷駅から日比谷線に乗ります。まあ地下鉄なんでね、まあ目立った駅舎みたいなのはないんですけどね、入り口があるんで、これどこの入り口なんだかよくわかんないですけどね、まあ入り口が何箇所かあるんで、出入り口が、はい。で、日比谷線が来るの、日比谷線だって電車が来るのを待ってます。六本木方面一番線ホームです。まあ六本木というと、六本木一丁目にある南北線の駅も有名かとは思うんですけど、あそこからだとちょっと六本木交差点まで歩かなくちゃならないっていうのがありまして、まあ日比谷線で行くか、あるいは都営の、何でしたっけ、大江戸線で行くかがいいんじゃないかなと個人的には思います。では電車が来たので乗り込んでいきたいと思います。というわけで、あっという間に、六本木に着きました。まあ、車内はさすがにね、カメラ回すわけにもいかないんで、といったところですね。はい。で、これから、3番出口に向かって、はい、3番出口来ました。エレベーターが近くにあるんで、3番出口に、の改札口に上がっていくエレベーターがあるんで、そちらに乗っていただければ。で、改札を出てすぐに3番出口に来ます。でもう六本木交差点はすぐそこですね。まあね、相変わらず人が多いんで、あまり人を取らないように気をつけながら、これでも歩いてるつもりなんですけどね。で、ここからね、イエローまではすぐそこです。うどん坂があるかと思うんですけど、あそこのすぐ近くです。こちらは東京ミッドタウンですね。まあ、六本木は夜の街なんで、
18時以降にならないと、まあ六本木で遊ぶというのはきついかもしれませんね。まあ18時ぐらいになるとどんどんお店がガールズバーとかキャバクラとかいろんなコンセプトのお店が開くんで、はい、楽しめるんじゃないかなと個人的には思います。まあ私には縁がないですけどね、あんなところでバカみたいにお金を使う人たちの気が知れませんよ、全くっていう、まあ底辺のひがみなんですけど、私だってお金気にしないで夜の街を遊び歩きたいですよ、歩き遊びたいですばいみたいなね、よく何言ってるかよくわかんないですけど、で芋洗い坂の方を抜けましてうどん坂の方に向かうと目的のお店が見えます。まあ六本木は比較的その高い店もあるんですけど、手頃な値段で遊べるお店もあるんで、そちらの方も紹介できればしたいような気もするんですが、まあ何分にも底辺なのでその辺詳しくないんで申し訳ないです。で今日はあの抹茶のかき氷を頼みました。で上にマスカルポーネチーズを乗せてもらって抹茶ソースをかけてもらって、いやー美味しいですね、やっぱり、うん、美味しいです。あっという間に食べてしまいました。かき氷といえば日暮里の秘密堂が有名かと思うんですけど、秘密堂に私2回くらい行ってるんですけど、結構秘密堂はね、あの混んでることが多いんでね、有名なんでね、で日暮里なんでアクセスもいいですし、でまあ私どちらかというと空いてる店の方が好きなんで、なぜかかき氷を食べるにはこちらの方に来てしまいますね。はい、底辺労働者テッタンの休日第2弾いかがでしたでしょうか。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。